ペンリル戦隊のカナミキズナだよ。ところで師匠がどこにいるか知らない？最近見当たらなくて。え、これって師匠がやるんじゃないの？わかってるって、ひょろがりもやってたことでしょ。大丈夫、任せてよ。ハロー、侵食隊狩りにもってこいの天気だね。知ってる？私と師匠がいた頃のフェンリル戦隊は天下無双だったんだよ。師匠との思い出？初対面で年下だと思って抱きついたら、フル装備で20キロも走らされたことくらいかな。どうすれば師匠に会えるかな。何かいいアイディアない？書類仕事なんて軟弱者がやる仕事だよ。決して自信がないとかじゃないから。よし、何をぶっ壊せばいいのかな。何も壊しちゃダメだなんて。レスキューカウンター、カナミキズナ、ここに登場。もうおしまい。私はまだ全力の 3% しか使ってないんだけど。師匠さえいてくれたら簡単だったのに。これさえ終われば師匠に会えるんだよね。私が小隊長？よし、じゃあ作戦は、とりあえず突撃だ。前使ってたのより古いタイプだけど、大事なのは性能より心だよ。師匠と遊撃訓練をしてた頃を思い出すな。本当にいい思い出だよ。おお、よくわからない力が湧き上がってくる。これで少しは師匠に近づけたはずだよね。カナミキズナ登場。これ本当に全部もらえるの？もらっていいんだよね？ああ、だったらとりあえずもらっとこうかな。私の強靭な精神力はこれくらいじゃ揺るがないから。私の後ろにくっついてて。はっ、くらえ。